さてさて、前島と沖島を後にしてエネルギーがつながっているという山へ向かいます。愛知こどもの国がある山です。その山の中腹に神明社があるので、そこの神に事情を聞きに行きました。よく来た。お前のことは昨晩から聞いておる。ありがとうございます。そう、この山のこと。この山はかつて神山であり、そして今でも神は削られてはいるが、力は発揮できてはいないが、いる。はい。しかし人がしたこと、このことにより力が半減し、本来は島の前島並びに沖島とのつながりにより、一つの生命を生み出す仕組みがここにあったのだが、しかしそれが壊されて今では機能せず、ただ眠るのみ。そのことに気づき、お前が来てくれたこと、昨日の夜お前が気を飛ばし来た時、どこまでわかるやらと侮っておったが、なかなかやるな。こうなれば島の神々も皆そなたを頼りにするがゆえに、お前ら二人に頼む。この山を復活させよう。そう、奄美神石だったか、その大物と仲間と共に来た時、この山復活を頼む。よろしく頼むぞ。はい、ありがとうございます。来月9月の19日にこちらに来るか、山の上に行くか、また相談をしてから参ります。まずはもって、今ここにおりまする清水の都と、私吉音でエネルギーをつなげさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、ここで前でやる、さっきみたいな、母ちゃんも声出して、ありがとうございます。虫まで飛んできた。気持ちが飛んできた。やめてくれ。私はこれにかぶれるんだよ。気持ちが、さっきからその辺に一歩追うなって気持ちが来とったか。よいしょ。申し訳ない。かぶれてしまうので。はい、どこやった？もうちょっと向こう。あ、はい、はい。ここね。うん、わかった。へい、ちょっと仮の
仮のね、じゃあできた。ありがとうございます。喜んでくれた。軽くなった？うん、軽くなった。よかった。やっぱり男と女と、やっぱり組んでやらんからね。そのために呼ばれた気がする。ここは、この完全に山川を守る、山の神の、一応神明社っていうふうになってますけど、山の神様ですね。うん、山川の神。で、向こうにおったのが、竜宮福神で、海側の神。うんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に三河湾の無人島の最後の島、渥美半島の田原市にある姫島へ向かいます。この島は大和姫の伝説が残る島でもあります。清水のお母ちゃんと挨拶に行きました。はい、姫島でございます。あれが姫島、本当でしょうかね。本日こちらに参りましたのは、先日、8月の22日に奄美カムイ並びに仲間たちとともに三河湾、吉良町の梶地島、各島々を綱で引っ張り束ねている、梶を取っている島でございます。その島で神事をさせていただきました。それは分かっております。はい、姫島の神に、そのことを通達していなかったこと、ご挨拶していなかったこと、お許しくださいませ。ご無礼をどうかお許しくださいませ。なかなかそちらに行く機会がございませぬ。しかし本日改めてお詫びと、またそのような三河湾を守ることが、この日本国を守り、そしてもともとの趣旨は奄美カムイ氏が沖縄で受けた啓示、この地球を守るため、マスターとのつながり、地球の核とのつながり、その大事な光の柱を立てることでございます。まず地球を守るということになれば、この日本国を守るということになり、北は北海道樽前山並びに天保山で光の柱を立てました。南は沖縄、東西は関東関西でいずれかの場所、そして真ん中中心はこの愛知県でございます。先月トヨタのおすわら山で、おすわら山の頂上におきまして光の柱を立てさせていただきました。そして海側ということで、先日の22日、梶島で光の柱を立てさせていただいたわけでございます。そのことを事前にお知らせしていなかったこと、お許しくださいませ。そして梶島に、その他に島にご挨拶をしていないということが分かり、その島が三河湾の東波津町、前島と沖島でございました。
先ほどそこの神にはお伝えしてまいりました。その足で今度ここへ来て姫島の神にご挨拶をさせていただいているわけでございます。はい、わかりました。お母ちゃん、清水さん、はい、あの清水さんもあそこのこの前の神事の時に綱を一本持ってるはずなので、はい、その綱を、はい、あの姫島につなげる意識をやってください。はい、わかりました。報告並びに、ご挨拶が遅くなったこと再度謝罪いたします。ごめんなさい。そして今、梶島よりつながりしエネルギーの綱、それをさらに補強をこの清水都がやりました。それにて何卒お許しくださいますようお願い申し上げまする。どことつなげて、つなげておくれ。どことつなげればよろしいんでしょうか。梶島じゃ、そなたの木で、に、虹の橋渡し、お願いいたします。はい、わかりました。では行きます。マガス右キクスクメカラキティティマスパラディメカスミキマラス右ディディグマブブシュ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どんな感じ？子宮が痛い子宮が痛いでもすごいありがとうっていう気が来た。ああ、つないだよ。つないだ、うん、俺もつないだよ。しょ、私から出てんのと思ったけどよし、お塩さん、本当にあの島は渡れるといいけどな。でも次回無理だよな、うん、どうしようかな。要相談、要相談だな、うん、下手にこっちが、うん、でも今ダメ、つなげたからね。ペガサス飛ばしてピンピン。私はここビーム下、うん、あ、そうなんだ、うん、お母ちゃんは今綱をやってもらったもんね、うん、はい、で俺は上でさ、うん、ペガサス飛ばして繋げたからさ、うん、でついでに、うん、向こうのハズの山の上と、うん、それから、うん、ね、か、うん、あれ前島と沖島と島、それから三河大島と、うん、からな、竹島と全部繋げた。はい、ありがとうございます。さてと、あの島はいつか渡りたいな、うん、渡っていけたらいいなと思うけど。
直接ね、行きたいね。行きたいね。だけど今回は、次回は無理かな。でも神様は喜んでくれたみたいでございます。島の神様ね、ありがとうございます。さあこれにて清水さん、今日は任務終了でございます、はい、どうもありがとうございます。お疲れ様でございました。